マイケル・ウィーンは、アメリカ合衆国出身の俳優。アラバマ州出身。父は弁護士のドン・ビーンで、母は看護婦のマーシャ・ビーン。弟と妹がいる。幼い頃から演技に興味を持ち、地方劇団に入団。その後、アリゾナ大学の演技科に進学するが19歳で、中退し、LA に渡って、ヴィンセント・チェイスに指示する。 やがてモデルや CM の仕事をこみちて1978年に俳優デビューする。1984年に SF 映画の古典的名作として知られるジェームズ・キャメロン監督の大ヒット作ターミネーターで宿敵ターミネーターと対決する未来からタイムスリップしてきた青年戦士カイル・リース役を演じた。その後キャメロンの作品にはエイリアンにアビスなどに出演した。 ジェームズ・キャメロンの作品によく出演するほか、俳優のビル・パクストンともよく共演する。2007年に公開したロバート・ロドリゲス監督によるプラネット・テラーイン・グラインドハウスに出演した。2010年に公開したシャドウ・ファイターで監督に初挑戦した。その後、2011年にザ・マニアックで再び監督に挑戦した。ジェームズ・キャメロンとは深いつながりがある。 サムライミ監督、トビー・マグワヤ主演で映画化されたスパイダーマンだが、一時期はキャメロンが映画の権利を保有しており、主演のピーターにはマイケル・ウィーンを考えていた。アバターにも出演する予定だったが、先にシガニー・ウィーバーの出演が決まり、エイリアン2の同窓会になるのを避けたいとして、キャメロン監督が出演を止めた。ユージュアル・サスペクツでスティーブン・ボールドウィンが演じた。 マクマナス役をオファーされていたが、フリードキン監督のジェイドの撮影と重なってしまったため、ユージュアルを降りた。1988年に公開された第7の予言と、1991年に公開された K2、ハロルドとテイラーのキャンペーンのために来日。第7の予言では、弟と共に来日している。1980年に、 女優のカレン・オルセンと結婚するが、1987年に離婚。エイリアン2の撮影中にジーナ・マーチと知り合い、1988年に再婚し一時を設けるが、2008年に離婚。2010年に女優のジェニファー・ブランクと再婚した。ありがとうございます。